はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、2021年の7月なんですけれども、こちら東京ディズニーシーにやってきました。今日はですね、今からこちらマーメイドラグーンのトリトンキングダムの中にあるレストランセバスチャンのカリプソキッチンに行きたいと思います。7月の1日からですね、セバスチャンのカリプソキッチンで新しいメニューが開始しました。今日はですね、そのメニューを皆様にご紹介していきたいと思います。はい、セバスチャンのカリプソキッチンでございます。今日はですね、こちらのポテト、ね、ご紹介していきます。はい、こちらです。フレンチフライポテトエキストララージですよ、600円。見てこのデカさ。隣のね、このランチケースと高さ一緒ですからね、めちゃくちゃでかいですよ。これをね、今日は皆さんにご紹介したいと思います。やば。はい、こちらがですね、ポテトのエクストララージサイズです。見て、ほら、俺の手と比べて俺の手よりでかい。食べきれるかな。ちなみに先ほどね、あのレジでキャストさんが言ってたんですけれども、これレギュラーサイズの3倍だそうです。なので3人分のポテトですね。そりゃでかいはずですよ。はい、見て、俺の顔と比べてほぼ一緒っていうか、むしろ俺の顔よりでかいかも。すごいよね、さすがレギュラーサイズ3倍。食べれるこれ、これやばいよ本当に。ずっしりだもん、バケツみたいだよ。じゃあとりあえずいただきますね。はい、ポテトの味はもうね、絶品ですよ。食べても食べても減りません。はい、ということでセバスチャンのカリプソキッチンで7月1日から始まったですね、フライドポテトのエクストララージでございました。めっちゃお腹いっぱいですね。もうね、一人じゃ無理です。何せね、レギュラーサイズの3倍なんでね、まあ、一応今日はね、妖精さんといたんで2人でなんとかなりましたけれども、一人じゃね、食べない方がいいです。でもね、レギュラーサイズって1つ250円なんですけれども、これね、600円なんですよ。なので3倍ですから、本来だったら750円するはずなんですけれども、それが600円なので結構安めにですね、食べれますからね。ぜひいろいろですね、まあ、グループで来た時とか食べてみてください。一人はやめた方がいい、マジで。はい、ということで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。